これちょっと生々しいっすね。60万あーちょ待って、これは連れて行っていただいたんですよ。怪しいわ。イエーイ。それはやばいってお前。やばくない。ドン。なんと今日は第2弾、カバンの中身なんだろうなです。前回のまあまあまあ評判良かったよね。良かったっすね。あれ悪くなかったよね。あれすごかったっす。中身、まあ、だから第2弾やっていこうかと。シンプルに俺も気になるんで、内勤者とあとはまあ幹部連中ちょこちょこやっていこうかなと思います。じゃあまず一発目、いおり店長からドン。バッグ持ってくんだ。あ、そう、バッグ中身なんで。今日はいおりくんはなんかね、結構スーツっぽい格好のバッグ。このバッグになんか思い入れあったんじゃなかったっけ。そもそもで思い入れ全くなかったっす。いいやん。2000円でした。僕のバッグの中は、まあ、パソコンですね。みんなが入ってるね。めっちゃ金入ってたよ今。金入ってた。うわ、あとレジ金、みんなの。やばい、これちょっと生々しいっすね。と財布だけ。だけ。財布熱くない？これパンパンじゃん。待って、これレシートとかじゃない？いくら入ってるこれ。今日はね、大きいのが60。やばすぎなんだけど。60万、何に使うんすか。不備があった時に使うんすよ。やば、何があるか分かんないんで。うちの内勤金持ちすぎ説。60万やばいね。保険財産っす。口座に入れてください。え、このカードとかも見ていい？名前見せないから。どういうカードか。変なカード入ってる？何も入ってない。え、ドンキ、ドンキカード。マジかですね。マジか。ま、診察券とかしかないよ。メルカリ、メルカリのカード、スーツ屋さん、はい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 、麻雀、麻雀、キャッシュカード、うん、平和ですね。うん、俺ね、あんま入ってない。え、このこれは銀。確かマジックサンクルだった。あ、マジックサンクル。これ服屋さんのアパレルのカードです。懐かしい。川野じゃないそれ。あ、これ川野だ。これも服屋さん、川野っていう。みんなホストさんはここで大体買い物しますか。川野。あとヨドバシ。緑何それ。家の宅配ボックス。へー、何これ。まあ普通っすね。普通っすね。お金がめっちゃ入ってたっていう。全財産なんで取らないでください。ありがとうございます。しまうのだる。いや、こんだけ出さなくてよかったけど。しかもこの財布あれでしょ、銀丸とルキーもらったやつじゃない。あ、そうそう、見て、イニシャル入りなんだ。銀丸、イオリ、ルキー。いいじゃん。でしょ。でもビトンなのにイニシャルのところ取れちゃった。AGIR いいじゃないですか。というね、普通の財布でした。はい。でこっからまた幹部放送ちょっと見るんで、なんか面白いの入ったやついないかな。ないでしょ財布は。じゃあ銀丸。いや、僕急遽ですよ。だってガチだもん。最近やらせがどうちゃらとか言われるから。ガチ。中身ですか。バッグまず何。これはプラダです。プラダ。これ中身ですか。うん、マジで急すぎる。ちょっとなんもないですよ。え、何これ。このお金の入れ方どうすか皆さん。いや、これはたま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 っす。あー、ちょ待って、俺見せないから向こうに。これってめっちゃめっちゃこれ受ける。これ見せていいじゃん。これいいんじゃない。モザイクかかって、これ黒いし。いやいやいや、でもこれ2020年じゃん。え、どう、これ見最近なら。まあまあ、でも違う、これ趣味はないですよ。これあの先輩にこれは連れて行っていただいたんですよ、その昔。なるほどね。これ女の子一応モザイクした方がいいかもね。そうな。そう、これもうめっちゃ前ですよ。薄く公開でおめでとう。これ領収しよう。一人で行ってないですから。これハンコっすね。ハンコね。おみくじ何吉だったんですかね彼は。あ、浅草寺。吉じゃん。吉っすね。浅草寺ってなんか大吉ほぼ引けないらしいよ。高っ。これ何買ったの。64,805円。これなんか忘れちゃった。え、僕アップルウォッチだ。だらしてるやん。気づけ、領収書しちゃった。高い。動画で30万円言うと待ってる。そうです。編集してくれ。うん、そうそう。これ化粧ポーチ。化粧ポーチですね。まあ割と綺麗だね。結構普通の感じの綺麗な感じです。普通です。普通だね。これはどこの。あ、これプラダ。プラダ合わせてんだね。え、これさ、コンビニの充電器じゃない。これあれですよ。ずっと借りてんのこれ。これもうあの買いました。買うっていうか返してないでしょ。はい、返さなかったらもらえるんで。タクシーの領収書と。これなんすか。これなんすか。サウナ東京。ああ、行った時だ。タトゥーシールって何。タトゥーシール買ってますよ彼。なんでサウナでタトゥーシール買うの。なんか買わされました。あ、そっか、銀丸ってタトゥー入ってるんですよ皆さん、はい。まあこれはちょっとまた後々今度銀丸のタトゥーについては触れます。はい、入ってますね。びっくりするタトゥー入ってる。あ、なるほどなるほど。じゃあ財布いきますか。あ、財布は全然いいっすか。見ても大したもんは。綺麗にしてね。所持金が3万ぐらい。これいくら。これ入れとこう。4万。千円札が10枚ぐらいかな。20枚ぐらい。10枚ぐらいじゃないですかね。で5万っすね所持金が。まあ普通だよね。カードもまたおみくじ入れてますよ彼は。おみくじめっちゃ入ってる。おみくじマジで引きます僕。めっちゃ引きます。これは何吉。これ吉とかな。あ、大吉だ。いつのか分かんないですけど、ね、大吉。これはもう
マジでめっちゃ行くっす。いいね。でも俺もみくじ好き。その時の運を確かめたいですね。はいはいはい。じゃあカード見ていいですか。カードはい全然。かもキャッシュね。タイムズカー。ああ、レンタカーですねこれは。ああレンタカーね。レンタカー。病気ね。カスタマーカー。ああ、はい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 。カスタマーカフェ。これは何これ。スーツ。あ、スーツ。あ、これスーツの。スーツのカード。かっこいいですね。保険証でしょ。保険証。ヨドバシ。ヨドバシだ。これは、おー、懐かしい。これ昔あったんですよ、シャンパンのポイントカードみたいな、はい、あったかないかも分かんないレベル。分かんないですよ。懐かしい。よく入れてるね。入れてます。で、こっちはこれなんだ。これ湘南病気かじゃん。あー、そうだ、湘南病気か。湘南のやつだ。かっこいいね、カードがやっぱ黒で。湘南だ。宅配ボックス。あー、家のだ。家の宅配っすね。で、財布はバーバリーっすね。はい、これはいただきました誕生日で。よりくん。はい、よりさん。あら、いいね、仲いいね。まあ、てな感じですね。普通でした、今の。普通です。ありがとうございます。まあ、チェキがあったな。あ、チェキ面白かったね。チェキはバカ。チェキ唯一。チェキはあんま良くないな。まあ、まあまあいいんじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ次、ルキバック見てみますか。めちゃくちゃ面白いですよ。マジ。俺のは、まずはバック、バレンシアガですね、使ってるバックは。まずは化粧ポーチ。はい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 。いいっすか、中見て。あ、なんか、いや、なんかいいですよ。これバレンシアガス化粧ポーチも。なんか化粧ポーチとバッグって合わせるんですね。やっぱね、統一感を。何これ、ティルティル。あ、ティルティル。ティルティルってよく見るな。これファンデーション。ファンデーション。これはね、下地かな。下地何色なのこれ。下地これクリーム色、なんかベースメイクみたいな。はいはいはい。まあ綺麗ですね。あとは、あと充電器。はいはいはい。充電器。はい、まあ、特にあんまないんですけど、コンタクト、櫛ね。まあレシート。何のレシートしたの。あ、これもサウナ東京じゃん。東京。仲いいな。3人で行ったんですけど。あとは、あとこれ銀丸からもらった、あ、スクラッチ外れた、宝くじ当たり。300円。ああ、で、まあ、あと現金ですかね。現金いくら。現金。え、財布持ってない人なの。財布は、財布は銀丸と伊織さんからもらったんですけど、まあ、セリーヌの。なんで使ってないの。今大事に取っときたいなと思って。うわ、これ怪しいわ。イエーイ。ちゃんと大切にね。マジで保管してありますよ。持ってない。ちゃんとね。ないですね。いや、なんか使えないですよ、なんか。嬉しすぎてね。綺麗に保ちときたいんで。ああ、なるほどね。いくらなんですか、現金。これ現生で。はいはい。お、結構ある。7万7千ですね。7万8千です。7万8千。これだけですね。でもいるよね、その財布使わない人。これ何。使わないんですよ。これは、あ、部屋目ね。はいはいはい。それとも小銭。感じですね。一番面白いんじゃないですか。なんかおじいちゃんとか財布使わないイメージあったな。ポケットの中にお金入れてるみたいな。これ一応楽なんだよね、やっぱり。まあ確かにね。へえ、まあだから以上です。誕生日にもらった財布使ってないっていう感じでしたね。最低。人間としての方が普通でしたね、彼も。普通ですね。はい、じゃラストフランです。彼はイギリスとのハーフですね。はい、イギリスハーフです。この間外人が急になんかアクセル乗り込んできて、うん、めちゃめちゃ英語で話して阻止してました。無理くり返しました、はい、今日が初めて脱ってました、日本に来て。おっす。バックス何使ってロエベ、それ。トリーバーチっすね。トリーバーチいただきますね。でも全然なんか何も入ってないっすよ。財布がビトンね。キーケース。キーケースはそれどこなの。オロビアンコ。オロビアンコ。クリス、あ、父親からもらいました。なるほどね。香水。香水これ何使ってんの。これフランシス・クルジャンってとこの香水を。あら、なんかこれセクシーだね。甘めの匂いです。風邪薬が。やばいやつでしょ、それ。やばいやつだ。それはやばいって、お前。やばくないでしょ。お前、これはやばいよ、お前。僕がこんだけ。と、化粧品がちょこちょこ。あ、化粧品はいいよ。あと、うん、あと、そんだけ。この、偽の、ここがこのやばそうなとこ。ここは、V 君の飯が入った。あ、いいっすか、見せない見せない。見ていいっすか。あら、なるほどっすね。はい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 。これはちょっと何とも言えないですね。え、何何何やんすか。何もおもろいの入ってないです。でこれいいですか、見ても。どうぞどうぞ。彼は結構あれですね。よしよしよし。はいはい。何使った。7107円。飲食店か。うん。ガブリチキンですね、これ。ああ。ガブリチキン7000円って結構食べたね。これは、あ、これも焼き肉。はいはいはい。なるほどっすね。おもろいの入ってなかったっすね。いや、結構入ってましたけど、見せられないって感じです。はい。一番闇深そうな財布や。お、所持金がこれいくらですか。所持金が結構入ってんじゃん。10万ぐらいですか、ね、10万入ってますよ。アクセルはね、やっぱ稼げますから。10万ぐらいですね。はいはい。10万6千ぐらいです。と、あと領収書とか。領収書がここら辺に。しこたま入ってます。結構入ってるね、領収書。全部領収書です、ね。全部領収書っすね。何もおもろない財布でしたね。まあでも、中身的には一番良かったっすよ。本当っすか。はい。銀丸もまあ、チェキとかあったんで良かったっすよ。じゃあ、
最後はねフランくんで締めようと思います。ありがとうございます。はい、まあ第3弾4弾まで多分いけるかな、多分いけます、ね、人数的にやるんでね、ぜひ楽しみにしてくれてください。ありがとうございます。第2弾だったら仕込めたのにな。おーありがとうございます。